スデー。ああ、おめでとうございます。僕、おめでとうございますとのことでして始まりましたが、引きこもりす劇場公開記念日なのですよ今日は。ということはですよ、初お披露目の僕なのでございました、この日が。とのことでして、もう何年前でしょうかね、どれぐらい前だかは忘れてしまいましたが、引きこもりす劇場でぜひご検索くださいませ。最初は全然違うコーナーだったのですよ。はい、まあまあ、ちゃんと本編ということで、この放送の後半にその本編はちゃんと毎回毎回作られておりますけれどもね。でもこうした前置きのない本当に劇場がパッと開いて終わる一言劇場だったのでございますよ。その頃から始まりまして、よくここまで持ちましたよね。一時期お休み期間ももちろんありました。かなりのお休み期間があって、僕はもう終わりなのかなっていうような思う、そういう期間さえありましたが、見事にこうして毎日毎日放送するくらいまで復活することができましたよ。それもこれも皆様が引きこもりす劇場をぜひ続けてよという声がすごい強かったからだと思います。そんなことございませんか。それは僕の勝手な思い込みですか。もう声が強かったと信じるほかありませんよ。そのおかげで復活したと、とのことでして、皆様長い年月お付き合いくださいまして誠にありがとうございます。もうあれですよ、かなり長いお礼になりますよ本当に。そしてですね、この先もどうかよろしくお願いいたします。改めまして、こうして本当にお礼を言いたいのでございました。とのことでして、本日も普段通りに、では後半は行きましょうかね。他にお祝い事とか何かございます。どうなんでしょうね、そこら辺気になりますよ。何か言っておかなければならないこととかありましたかね。他にはありませんかね。今日は名もなき熊の放送がやりますから、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。とのことでして、本日のいつもながらのお一言コーナーに行きたいと思います。ではでは行きますよ。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またもやまたもやお便りありがとね。いつもいつもな、そのお便りの連続さに僕はもう感謝が絶えませんから、ありがとうございます。本当にサンピアさんが毎日くださるおかげで、こうしてこの放送も続いているのだとは本当に思いますよ。じゃないと一言劇場に逆戻りですからね。この引きこもりすアワーとして存在し続けることができるのは、サンピアさんのお力なくしては語れないのだとは思っております。ではでは、本日のその気になるお一言、早速拝見いたしますね。じゃん、おお、シンプル、シンプルでいて、そして若干僕の苦手なものかもしれませんね。僕も苦手ですけれども、
完全に言えることは、作者さんは絶対的に苦手な食べ物なのでございます。はい、そうなんですよ。これに関しては作者さんは大苦手でございます。そんなまあ食べ物というかお吸い物みたいな感じでございましょうかね。もしくはですよ、ただ単にそのお野菜から染み出ている液体かもしれません。そういうものでもこういうように言ったりいたしますからね。とのことでして、これは他にどうやってご説明すればよいのでございましょうか。それがわかりませんよ。ちょっとまあ薬味として使うお野菜といったような感じでございましょうか。それをスープ状にしたもの、和風スープのことですね。はい、和風スープ。そのお野菜としましては、まあまあ青なんたらとか使ったりしますね。青っていうのはもちろん緑色ですよ。あとは何でしょう。これはまあまあすごい刻んで納豆の上にパラパラ振りかけたりもします。はい、あとはそうですね、これ難しいな。これもうそのお野菜のこれそのもののお名前をついつい言ってしまいそうになるほど他に説明のしようがない、そういうお名前でございます。はい、そうですね。あとは何でしょうね。これ難しいな。ちょっと考えていいですか。だってですよ、だってですよね、お野菜のこのお名前をご説明するってなりましたら、どういうように説明すべきかはもうほんとわかりませんよ。他にじゃあ何かそうですよね、お料理で使うようなことを言えばいいんですよね。これを使ったこれを使った塩ラーメンとかもありますよ。この塩じゃない普通のラーメンにもこれをどっさりかけたそれラーメンっていうのがあります。はい、あとは何ですか。もう無理がありますよね。これ以上追い込むと僕はもう言葉を詰まらせてしまいますので、じゃあなんとなくお分かりにはなられましたでございましょうか。どうなんでしょうかね。じゃあ行ってみますか。いいですか。もう行ってしまっていいですか。他にだってご説明のしようがございませんもの。あとは2文字ですとかそういう方法になります。2文字で頭に2文字、頭にって言っちゃったらダメですよね。2文字で頭って言っちゃいましたらもうほぼ半分言っちゃうことになりますから、それはずるっこですよね。それはずるっこかと思いますので、まあすごい刻みます。もう刻み薬味です。でお願いいたします。これでお分かりになってくださいませ、どうか。はい、それのスープです。とのことでして、このそのスープに関しましては僕もちょっと得意ではないので、大人なスープですよね、これがお好きだっていう方は。はい、名産地はどこなんでございましょうか。そこがちょっと僕の知識にはないので、そこが分かればもっとお分かりになる方はいらっしゃるかと思いますよ。はい、そこの多分有名なところがあるはずですからね。ですからただ単に苦手なお野菜というところで僕の説明としては終わりたいと思います。では行きますよ。それではサンピアさんよりの一言、では行きます。サンピアさんよりの一言。
どうぞ。ネギ汁。